ピアクは10連ポート、あかりはなです。今回紹介するのは、全場クロノちゃんの動画です。第1曲、いいピンとりゃんピン、どっち切ってりっつる。今日も一緒に見ていきましょう。さて、親からリーチが入ってしまったので、わしは降りようかな。ひとまず、ローマンが通ってるので、9万は筋にしか筋に当たらないパイ。そして9万もわしの目から4枚見えてるので、これは安全パイじゃな。チュンが通ったね。これでちょっぴり回りやすくはなったかな。あ、これでひとまずよいしょ。形の上ではまあリャンシャン点だけど、あ、でも三蔵が通ったね。これでかなり迂回はしやすくなったぞ。さあ、これでイーシャン点までやってきた。ウッパソーイースピンギャンピン三ピンの受けが残ったイーシャン点じゃ。イースピンが入ったら十分勝負になりそうだな。ウッパソーもウーソーとパーソーが1枚ずつ切れただけなので、かなり勝負になりそう。さあ、ここは追いついたのでリーチをかけるよ。イーピンを切るかリャンピンを切るか、実は今ちょっと選べたんだよね。イーピンを切ればピンフがつくんだけど、今回はリャンピンを切って、現物のリャンピンを切ってリーチをかけることにしました。リャンピンは現物だけど、イーピンはノーチャンスとはいえションパイ、短期やシャンポン待ちに当たる可能性がある。プラスリーチ後に3ピンを掴んだ時に3ピンをアンカンできるようにといった守備的な観点から、打点はちょっと下がるけど、リャンピンを切ってリーチをかけることにしました。さあ、これで積もったよ。最高めの赤ドラを積もった。リーチつもドラ赤7900点に強卓もついて9900点持ち。いいピン切って当たったら嫌だもんね。安全に回って高めつも、お見事なのじゃ。そんなところで今日はここまで。動画の高評価とチャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれてありがとうございます。